はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアをですね、腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、そしたらですね、やっていこうと思うんですけども、昨日ですね、お話しさせていただいたのが、広背筋って言われる筋肉がですね、腰痛ですね、お尻が痛いとか腰が痛いっていうところにですね、役立ちますよってお話をしました。で、今日はですね、それを実際に自分で、ケアをしていくですね、方法っていうのを2つちょっとご紹介できればなと思います。はい、でも早速ですね、やっていこうと思うんですけど、やり方がですね、2つあります。やり方が2つですね。1つ目、もう一回広背筋の場所を簡単に説明させていただくとですね、はい、広背筋っていうのはこの骨盤ですね、骨盤のこの辺からですね、ビャーってこう走ってきて、肩甲骨のですね、この部分にこうついて、腕の前の方についてくるですね、大きい筋肉になっていきます。自分の体で言うとですね、この腰の部分からですね、こうバーッと上がってきて、ここからですね、こうやって腕の前の方に、腕の前ですね、ここからこう上がって腕の前につくような筋肉が、広背筋になってきます。ここをですね、自分で実際に、マッサージだったりとか、ストレッチだったりとかをやっていくんですけど、やっていく前にですね、まず自分の中で回しにくい方ですね、どっちが回しにくいかなっていうのを見てみてください。はい、で、私の場合であればですね、どっちがしにくいかな、ちょっとこっちがしにくい、こっち回しがしにくいんですよね。なので広背筋っていうところをですね、この脇ですね、脇の根っこ、ここをですね、挟んだ状態でこういう風にしてあげると角度が増えるんですよ。何も触らなかったらこれくらいなんですけど、脇をですね、しっかり挟んであげて回すとこれくらいいきます。さっきよりもですね、いってる感じがするんじゃないかなと思うんですけど、あとは腕の上げやすさとかも見てみてください。行きにくい方をストレッチしてもらったらいいかなと思います。首とかね、首もやってもらっていいかなと思います。はい、やる前に何か指標を取ってみてください。で、実際にやり方なんですけど、まずはですね、この大胸筋って言われる胸の筋肉ですね、大胸筋と言われる胸の筋肉っていうのをですね、こんな感じで挟んでみてください。こんな感じで、で、反対の手はですね、この腰ですね、腰、この腰の部分にこういうふうに軽く添えといてあげてください。この状態で、この大胸筋をですね、こんな感じですね、こんな感じで揺らしてあげてください。で、この時深呼吸をしていきます。鼻から吸って、吐く。鼻から吸って、口から吐く。鼻から吸って、口から吐く。っていうのをですね、5回ぐらいだいたいやってもらうとですね、まず動き見てもらうと、多分やった方がですね、左をやったのであれば左がこう行きやすくなったりとか、首とかもですね、行きやすくなったりとかします。この突っ張りが減ってたりとか、肩の上げやすさとかですね、減ってるかなと思います。これをですね、しっかりやっていただくことも一つありなんですけど、さらにそのですね、広背筋っていうのをしっかり伸ばしていくことっていうのをやってあげると、もっと効果が出ますので、ちょっと実際にやり方をですね、お伝えをしていきます。はい、で、やり方なんですけど、これ腰が、こういう風に曲げて痛くない方だけやってくださいね。やり方はベッドにですね、自分がやりたい方の腕ですね、私今左やってますので、左をですね、手のひらを上にしてこんな感じで土下座みたいな、土下座バージョンの手のひらをですね、上にしてこういう風にこの辺をですね、伸ばす感じでお辞儀をします。で、体重をぐーっとこう後ろの方ですね、後ろの方向にぐーっとかけるとこの辺が伸びてくると思いますので、伸びたらですね、この時に反対の手はですね、先ほどの大胸筋ですね、ここを握ってあげててください。で、このままぐーって伸ばします。で、伸ばした状態でこの、大胸筋ですね、胸を掴んでるところの手をさっきと同じようにこういう感じで揺らしてあげます。伸ばしながら揺らしてあげる。しっかり体重は後ろにかけて伸ばしながら揺らしてあげます。これも深呼吸。
揺らしながら伸ばす。だいたい30秒ぐらいでいいかなと思います。はい、だいぶ緩んできましたね。 OK。で、30秒ぐらいですね、やってもらって、その後にですね、実際にまた体を動かしてみてください。どんなですか、私。こっちこんぐらい。こっちこんくらい。こっちの方がなんかいってる感じしませんか。これわざとじゃないですからね。桜じゃないですからね。肩もどうでしょう。こっちこんくらい。こっちこんくらい。はい。こっち耳ぐらいだけど、こっちだと、ちょっといってる感じしませんか。はい。あと首もこっちこんだけやけどこっち結構倒れるかなっていう感じがします。まあ、実際やってもらったらね、こう軽さとか分かるかなというふうに思いますので、ぜひですね、この広背筋ってことをところのストレッチをやっていただければと思います。はい。そしたら今日はですね、これで終わるんですけども、こんな感じでですね、あなたの腰痛を治すためのヒントアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺ですね、私の顔マークあると思うので、今それをしていただいてまた見てください。はい。そしたら今日はこれで終わります。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。